梶野さんの、ね、発表済みの作品ってどういうのがあるんですか？発表済みの作品はホームシックブルースと言いまして、ホームシックブルース、はいはいはい、大阪出身の女の子が大阪の地元を出て、うん、アメリカに行ってブルースシンガーを目指すという、うん、これは短編なんですけれども、うんうん、いくつか賞をもらいまして、はいはい、これはもう本当に世界中で結構上映されて、うん、映画祭だけですけどもね、うん、現在取り組んでいるのは何かあるんですか？これがレイ最初の呼吸という映画で、これは長編で初の私の長編監督の映画なんだけれども、これはあの沖縄で暴行を受けた少女を主人公にした彼女の10年後のね人間回復と、それからアメリカへ行ってその暴行をした兵士と対面するという過程を描いたかなり心理的なドラマです。それが完成して、はい、問題はこれから公開の場所だよな。そうです、これから映画祭へ持って行ってね、うん、で映画祭とともにそれから配給会社とまあ話を進めていってね、うん、一番その映画に合ったね、うん、市場に出せるような公開方法を見つけていけたらなと思って、うん、なるほどね、制作するときにですね、はい、一応ターゲット観客層はね、どの辺に、まあ、年齢層な年齢層、女性な女性層とか男性とか、そういうことはやっぱり意識して作るんですか？そうですね、うん、脚本を書いてるときっていうのはそういうの意識しないですけど、うん、結果的にやっぱりそういうのはこう頭の裏にあってね、うん、こういう人たちに訴えたいというのはありますよね、うんうん、やっぱり私もアメリカで10年くらいやってるので、うんうん、アメリカにいる日本人としてね、うんうん、何か言えるようなねメッセージ性のある映画が作りたいと、うん、やっぱりせっかくね日本人として女性として向こうにいたら、その独特な意見が伝えられる映画を、それが本当にちっちゃなマーケットでもやっぱりそこにターゲットを絞って、最初はちっちゃくても将来大きくなるようにね、うん、そういうつもりでこう映画を作ってますけれども、その映画をお作りになる時ね、カジノさんが一番大事に思っていることっていうのはどういうことになります？妥協しないことですかね、うん、最初から最後まで妥協をしない、うん、どんなところにでもね、うん、書いてる時にでも役者を選ぶ時にでも、うん、あのロケーションを選ぶ時にでも、うんうん、本当に食事でもスタッフが食べる、うん、妥協しない全部最後までやっぱり妥協しない姿勢っていうのは、うん、やっぱりスタッフの人も分かってくれると思うんですよ、うん、だからこれをずっと最後まで配給をしてね、うんうん、チケットを売る、うん、その数も妥協したくないっていう、うん、そうしますとね、このスタッフを選ぶ時もね、まあ、妥協はもちろんしないんでしょうけれども、しないですね、どういうところをですね、重点的に見るわけですか、スタッフを選ぶ時は。そうですね、いくつかやっぱりポイントがあるんだけれども、うん、やっぱりその脚本を読んでもらって一番その芸術的な感覚とそのメッセージ性っていうのを共有できるスタッフさん、うん、さらに今までその扱ったことのないテーマでもこう初めてねチャレンジをして、僕も私もこの映画を通じて成長したいって思えるような、そういうこうフレキシビリティのあるスタッフさん、それプラスかなりその賃金が安くても頑張ってくれる人ですよね切実ですなこの両方がね、一緒になるっていうのは奇跡的なことなんだけれども、こういうことをやってると本当にそういう出会いがあるなと思いますね。脚本もお書きになると聞きましたけどね、はい、脚本は一人でやるんですか？私とそれか私のパートナーがいまして、うん、日本語と英語両方なんですよ、うんうん、2人で詰めて議論して、もう1秒ごと議論ですねお互いに譲らんと譲らないんですよ、もうこれがね、本当向こうも妥協しないから、うん、妥協しないから、これはもう本当にお互いが 100% 納得いくシーンが書けるまでやるんです。やります。はい、一心一心ワンカットワンカット大事にしながら、すごく大切にしますね、そしてね、そういうご苦労されてね、出来上がった時ですね、ああこれは監督やっとってよかったなとかね、やっぱりしんどかったなとかね、よかったなと思うのはやっぱりその自分の中で描いてるキャラクターとかね、主人公がいますよね、はいはい、それが役者が演じてるのをね画面で見た時に、その架空のものが本当に息をしている人間になって生まれてるっていうのは、もう自分のものじゃなくなってくる感覚っていうのはね、これはすごいなと思いますよね。なるほど、この息がこうあるんですよね、たかがやっぱり DVD たかがスクリーンに映ってるものなんだけれども、そこに人間が存在して物語があって、それが本物になってる状態を見るのはもうこの上なく嬉しいですよね、で一番やっぱり大変だっていうのは、
やっぱりそのここからじゃあそれをねどうやって市場に持っていくのか、で市場ね、そう、うんうん、ここまで来てるけれども、うん、もう全部つぎ込んでるから何もない状態ですよね、うん、そこからさらにまだ進まなきゃいけないっていう、そのやっぱりエネルギーにしてもね、うん、現実的なその資金をこう考えるにしても、うん、そこはもう常に葛藤です ね、 それ映画祭でね、期待するところというのは監督さんの立場ではどういうことですか。映画祭ですごく期待するところっていうのは、うん、映画祭にこう参加をしている配給会社ですよね、うん、結局映画祭っていうのはその今まで誰も目につけなかった映画っていうものをね、うん、市場に持っていくためのそういう、そういったドアなんですよ、うん、だから私みたいな映画が映画祭に上映されることによって、うん、配給会社が目をつけてくれると、うん、そういう意味でやっぱりね、うん、あの映画祭がそういうような場であれば場であるほどね、うんうん、助かりますので、うんうん、あのもう一つちょっとお伺いしたいんですけどね、はい、梶野さん女性監督でございまして、女性監督の多いですな今はね、あの、まあ、男性監督がですねあんまりですね、作らないである分野とかね、うん、そういうところへ切り込んでいくときは特に、うん、そういうつもりで作ってるんではないですけどもね、うんうん、だ将来やっぱりこれからもう少し資金があったらね、うん、あの大きなこうアクションものも作ってみたいですし、すごいホラー映画も作ってみたいですし、ストーリーのあるね、うん、アクションの映画とかね、そういうのも手をつけていきたいなと思いますよね、スケールの大きいものもやっていきたいなとは、じゃあ最後に一つこれからですね、はい、夢というか現実にしたい夢何かございますか。そうですね、やっぱり今さっきも話したように配給っていうのはすごく難しいんですよね。でアメリカにいてもたくさん日本人の本当に才能のある監督さんたちを知ってるんだけれども配給の場所がない、うん、そういうものをねこう紹介できるようなやっぱりコネクションやね力を持ってきて、ただ映画を作ってね配給に渡すんではなくて自分も配給に影響できるようなそういうビジネス的なねセンスを持ったそのやっぱり力なり会社なりをこう立ててこう新しい目もどんどんとこう育てながら今までなかったような映画を世の中に出せるようなそういったこう事業的なものをしていきたいなと思いますね、公開されたとめでたくですね、はい、一般映画劇場で、見に行きますか自分で。もちろん行きますよどんな、ね、観客の方がどんな反応をしてくれるか、見たいですし、お客さんと一緒に見て、うん、でやっぱり、ね、これ自分がこれから成長しなきゃいけないっていうのは作品見てわかるしね、そういうの何回も何回も頭に叩き込みて込みたいですし、そういう意味でも見たいですね、やっぱり劇場で。じゃあですね、映画館で見れるようになることを祈っております。 ありがとうございますぜひ期待してください。今日本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。あなたらしさがきっと見つかる全身コーディネート形態ファンファンソフトバンク 815T 東芝リーディングイノベーション。美しい映像は液晶パネルだけでは作れません。半導体の力が美しさを変える、実力のレグザ東芝リーディングイノベーション。この番組は東芝池上通信機の提供でお送りしました。高山誠二郎監督来場決定、浮上一期上映会、話題の豪華キャストで描く大型歴史時代劇が誕生。八甲物語を手掛けた高山監督が江戸時代最大の農民一揆を再現します。高山監督のトークショーも行います。2008年1月20日日曜日、奈良テレビ放送で開催。午前午後の2回上映。お問い合わせは奈良テレビ放送。